はい、皆さんこんにちは。2021年論文グレードアップ等連租税法第1回、解説映像でございます。私はレック専任講師の飯田でございます。よろしくお願いいたします。はい、まずは皆さんですね、論文グレードアップ等連ですね、お疲れ様でございました。はい、最初の等連ということで、グレードアップ、等連ということでいかがでしたでしょうかね。はい、まあ、今回はですね、まあ、計算の方はですね、法人税だけということであったんですが、まあ、プレ等連と違ってですね、理論の方もですね、入ってきてまして、さらにですね、まあ、ちょっとそうですね、今回は割と分量がですね、理論の方も少ない産業の問題ということで取り扱いをさせていただきましたね。まあ、正誤問題もございますけどね。ですので、やはりですね、なかなかですね、本試験においてもですね、時間がですね、なかなか足りないという試験ですから、まあ、一応ですね、制限時間設けた中でですね、まあ、理論ないしはですね、計算の配分なんかをですね、まあ、この等連を通じてですね、そういう感覚、ね、時間配分などの感覚をですね、養っていただきたいなと思います。はい、ではですね、早速ですが、内容の方ですね、入っていきたいと思います。はい、まずですね、論文グレードアップ等連の第1回ということでございます。はい、で、位置づけとしてはですね、そうですね、まあ皆さん一応ですね、前提としてはですね、論文グレードアップ等講座ね、終わられて、まあインプットとね、アウトプット掛け合わせのプレ等連終わられて、まあそろそろですね、論文対策とで本試験前としてね、等連で。等連期で、ですね、連動を高めていこうかなという時期になりますかね。まあ、10回あるうちの今回が1回目ということでございます。はい。でですね、問題についてはですね、構成、まずですね、第1問、こちらが、まあ、理論の問題ということで、まあ、産業で記述させる問題、問題2がですね、正誤の問題です。はい、で、範囲としては法人税法22条関連と受取配当等の益金不算入、こちらが、ね、範囲となっておりました。はい。であとです、第2問はですね、法人税ですが、まあ、ティピカルなんですね、典型的な論点というところですね。はい、ただですね、割と論点としては少し多く取り上げているという感じですかね。受取配当、所得税額控除、貸し倒れ損失減価償却の租税効果、繰延資産の、役員給与寄付金ということです。はい、で、問題2についてはですね、まあ、同族会社、特定同族会社の判定、相手は税法上の役員等という形になります。はい、この問題2についてはですね、まあちょっとそうだな、まあ本試験を見ればですね、まあこんなに役員がいっぱいいる問題は取り上げないかなと、まあ正直、まあ思います。で、さらにですね、税法上の役員ね、みなし役員についてもね、使用人兼務役員の判定についてもですね、まあ持ち分基準とですね、まあ議決権基準両方やっていくというのは、まあこれ本試験じゃ、まあちょっとどうかなというところはありますね。で、まあ役員給与自体、役員関係自体がですね、まあどちらかというと、まあ定期同額給与等と定期同額給与等以外の給与の、まあそういうふうな区別の方に、まあフォーカスされているというかな、まあ試験員の興味がいってるという形なので、まあこちらの分野ですね、まあオーナー役員ですね、株主かつ株を持っているかつ役員のですね、そういうところのレギュレーション、まあ制限というのはですね、まあちょっとまあどうかなというところではあります。ただですね、まあ今まで出されていなくても、まあ中小企業のね、ところをですね、割と個別の問題で聞くという傾向が割と現れているので、まあこちら出るとすると、やはりですね、個別問題で取り上げられるかなという形です。で、個別問題で取り上げられると、やはりね、これ何もわからない、対策しないということだったら、やっぱり3点ぐらい飛ぶ可能性がありますので、その中でもまあ1つでも2つでも解いていただきたいというところになります。そういうことで言えば、問題2というのは、まあ、本試験のね、内容から比べてみると、まあ、少しちょっと難易度というかですね、まあ、ちょっとね、突っ込みすぎかなというところがありますけど、まあ、これ、これ問題回してもらえればですね、ちょっとやそこらちょっと問題来てもですね、対応できると思いますので、もしですね、繰り返し解くような問題用途をするならば、まあ、この問題にですね、ちょっとね、負荷がかかっていいのかなと感じております。はい、ではですね、理論の方からいきましょう。はい、理論なん
ですが、今回ね、取り上げているまずです、法人税法22条ですね。はい、条文構成としてはですね、1項所得の金額、2項益金の額、3項損金の額、4項構成、構成妥当基準ですね。はい、あとはですね、資本金等取引ということです。はい、で、主にですね、今回は2項、3項、このあたりのところになりますね。はい、まあ、収益の額として益金の額に参入するものというところ、あとは原価の額として、費用の額として、損失の額として、まあ、損金の額に参入される。そうですね。まあ、こういう形を持って、ね、いればですね、答えやすいのかなという論点でございましたね。はい、あとはそれに関連するところとしては22条の2項ですね。まあ、この中では第1項、第4項ですかね。で、特に第4項かな、まあ、収益の金額というところですね。はい、あとはですね、まあ、会計とのね、差別化というとかね、そういう論点では5項のところかなというところになりますが、まあ、まあ、1項、4項はマークしておいた方がいいかなと思います。はい、ただしですね、やはりこれが、まあ、4行で書くか3行で書くかでね、まあ、どれくらい盛り込まれるかなというところになります。はい、あとはですね、受け取り配当との益金不参入については、まあ、1項を割いていただくところと、あとはですね、まあ、どこに何かってあるかというと、押さえておいて、まあ、拾い出してくる感じですかね。短期保有株式等ですかね。はい、まあ、こちらですね、まあ、所有という表現じゃなくて、保有という表現の方が、まあ、通達表現とかと当てていいかなと思います。はい、あとはですね、まあ、負債の利子と、あとは完全関連、まあ、非支配目的、云々というところがございます。ますので、まあ、今回もですね、被試合目的のところの条文拾っていただくような問題でしたよね。はい、ではですね、まず問題の1ページいきましょう。はい、でまずまあ設定としてはですね、まあ、40点問題ですよということですね。まあ、最初のところでですね、まあ、あの公益計算否認関係と続く別措置法は出てこないというところで意識してくださいね。はい、であとはですね、まあまあ、あの事例問題としてですね、あの複数の会社あるいはですね、関連する方が出てまいりますので、そのあたりの整理をしていただきたいところですが、まあ、今回は、まあ、さほど意識しなくてもいいかな、完全支配関係はないですよというところ、A 社、B 社というところですね。で、A 社ですね、まあ、そうですね、大規模、あるいは大法人という形になってますかね、5億円ということでございますかね。はい、あとは C 社、D 社という会社もありますけど、資本関係ないということですので、まあ、どれも、まあ、特に、グループとかそういうことは考慮しないでいいですよ、第三者として取引。してますということですね。はい、あとはですね、青色申告ね、書出してますというところですね。はい、あとはですね、問題文表現ですね。はい、これはね、まあ、解いて口慣れていくと思うんですけどね、令和2年4月1日に開始する、ね、事業年度を令和2事業年度というようにしますというところ、ここら辺をですね、ちょっと読んどいてくださいね。はい、であとはですね、このようにイベントがいくつか現れていますね。事実1、事実2、事実3、事実4というところで、それぞれについて、まあ、答えていくという形態を、ね、一応、そうですね、会計士試験の理論では問われています。まあ、その中でも、まあ、一個一個いきましょう。事実1の方ですね。はい、令和2年5月8日、A 社は B 社に対し貸し、資金援助の目的で3年間に限り、無利息で融資する旨の契約を締結し、3000万円を貸し付けた。貸し付け時の一般的な金利は年 3.5% であったということでございます。はい、でここで問い1番、問いですね。はい、この事実1に、丸1について、この融資は A 社において法人税法上どのように取り扱われるか、根拠条文を示しつつ述べなさい。ただし、損金の額に関する取り扱いを述べなくてよいとあります。はい、これ、まあですね、まあ、税務上の仕分けですね、まあ、22条関係だとイメージしていただくのがいいかなと思います。でまずですね、まあ、この要点としては、まあ、ここですね、A 社は B 社に対し無利息融資をしたというところですね。はい、で、一般的な金利は年 3.5 というところでございます。はい、で、税務仕分けですね、どちらの側のっていう話ですね。はい、ごめんなさい、ここですね。A 社によって書いてあるんですが、B 社って書いてあるんですが、ごめんなさい、これちょっと書いていきましょう。これ A 社だと思ってくださいね。で貸付金3000万で、現金3000万貸し付けましたというところはいいでしょう。で、税務的にはですね、やはり本来収集すべきです、さあ本来というかですね、まあ一般的な、まあ、通常取り得るべきものですね、レンジ 3.5%。ただ、これ日数とかですね、書いておりませんので、まあ、ちょっとね、文書と逃げるとすると年利 3.5% 相当ですよという言い回しですかね。
はい、でさらに本当は周知すべき未収入があったものがですね、まあこれは取らないよということであるのならば経済的利益ですね、まあ、寄付金ですね、ですね、これで、限度額ですねの、まあ、参入、規定がありますよということですね。はい、でこれをですね、まあ、条文、ですね、理論として書いていくという形になります。はい。で、模範解、模範解で、まあ、一応回答としてはですね、産業で書いていくということになると、まあ、皆さん、ね、1行あたりの字数計算ですね、あらかじめどれくらい書けるかってちょっと念頭に置いておいていただければと思います。まあ、30字くらいが読める範囲かなというところでしょうかね。だから産業で90字。まあ、ちょっと字が大きい方は24字くらいかなというところです。まあ、一応これは85字で収めました。でだから書こうと思えばいっぱい書けるという方もねいらっしゃるので、そういう方がね時間を費やしてしまうのもったいないので、ある程度そうですね対策としてこういう問題出たらここを優先的に書いていこうというのは決めといた方がもちろんいいです。はい、でこれが一応ですね、22条の2項ということです。はい、まあ規範定律という産業でこうねできるわけではないんですが、一応まあベースとなるですね条文のイメージですね。でこれ条文そのものじゃないんですけど、まあほぼ似ているのでかいつまんで見れば、まあこの事業年度の益金の額に参入すべき金額は無償による益務の提供その他のね、取引でかかる、まあ、事業での収益の額とするという話ですね。まあ、貸し付けなので益務提供とちょっと言いづらいところもあるんですが、まあ、これを生かすと、はい、こうね、ある取引については収益の額として益金の額に参入するというのが22条の規定ですね。はい、でこれ事例もで、ね、あごめんなさいです、参考ありますが、で今回は先ほど言った通り寄付金の額とかですね、損金参入に関する規定とかそれは書かないでいいですよということなので、収益部分だけ書いていこうというものです。まあ完全支配関係がある場合はですね、まあグループ法人税制が、書いてきますので最初にですね資本関係確認するという形になりますね。はい、でこちらで、ですね、規定の下地をこう読み取った上で、じゃあ問題で先ほどですね、まあ、ここら辺を、まあ、具体的なことをですね、やっぱりこう回答に盛り込まなきゃいけませんね。はい、でこちらですね、無資息融資はっていうふうに聞かれてたので、まあ、恩返し的なものですね、問われたことをちゃんと書いて答えましょうと。A 社が B 社に対して行った無利息の融資については、A 社が本来すべき、年利 3.5% 相当する経済的利益をですね、ここはちょっとね、日数とかわからないので、まあ、こういうふうに逃げておきましょうか。はい、で、その収益の額として、令和2年事業年度の益金の額に参入する法人税22条2項ですね。はい、まあ、このような形の方がいいかなとは思います。はい、よろしいでしょうかね。はい、で次いきましょう。はい、丸2番の方ですね。令和2年6月4日、B 社は A 社に対し、その所有する土地、時価1億円を4000万円で譲渡したとございます。はい、で、問い2ですね。はい、こういうような問題文。事実丸2について、この土地の譲渡は B 社において法人税法上どのように取り扱われるか根拠条文を示しつつ述べなさい。ただし、損金の額に関する取り扱いは述べなくていいと。先ほどと一緒ですね。はい。で、こちらもですね、B 社は A 社に対し、土地、時価1億円を4000万円で譲渡したという内容です。はい。で、こっちは本当に B ですね。ごめんなさいね。はい。で、現金で土地譲渡収の未収と、まあ、あったとして、で、やっぱりこれ時価で、ね、認識するというのが税務の話ですね。はい、でこの未収入金が、まあね、寄付金になりますよ、単純損金にはなりませんよと、限度額の範囲内であれば寄付金です、限度額超えて、あ、やったら損金、寄付、限度額超えていたら損金不算入という形です。はい、あとはですね、原価については書いてありませんが、まあ、土地の原価という方向を振り返っていくという形ですが、損金取り扱いは、ね、述べなくてよいという形です。はい、そうするとこの辺りどう考えていくか。はい、で一応これは産業で作るとこのような形ですかね。で22条の2で先ほども出てきましたね、まあ益金にすべき参入すべき金額は、有償無償の資産の譲渡ですかね。まあ4000万円、まあ1億円でね渡してんだけれども、まあ4000の有償部分と、まあ6000の無償部分っていうんですかね、まあそういうところがありますよというところかな。まあこれは収益の額とするというところです。はい、ただまあこれをまあベースにして答えていけばいい話。ただですね、今回は資産のね
販売等というか、でも資産の譲渡、有償無償による資産の譲渡というのは、これ、後で確認しますが、資産の販売等に当てはまりますので、これをとしてですね、基金の額に参入する金額はですね、その引き渡し時の価格ですよ、時価ですよ、っていうことを言っております。はい、まあそこのあたりも指摘したいところですね。ちょっとね、先ほどと違ってですね、まあこの4項のところが入ってくるという形になります。はい、となると問われていることについては収益の額として基金に加入する、この形を持っているとか22条とか答えやすいです。でさらに、まあ、ここは22条の4条が時価だよっていうことをね当てはめてあげるというのがいいでしょう。となるとですね、はい、こちらですね、先ほどこう赤で振ったところをちょっと盛り込んでいきましょう。 B 社が行った土地の譲渡については収益の額として、はい、ここで時価1億円なんだよと、4000万じゃないんだよと、はい、でいつの益金の参入、令和2年の事業年度ということで書いて、まあこの辺りぐらいからでもうちょっと書けそうですけどね。はい、そういう時にはここにですね、まあ有償無償とかでね、資産の譲渡とかですね、そういうことを書いてくれるかなという感じで、今回ちょっと書けたかもしれませんね。はい、でまあ条文的にはですね、22条の2項とですね、時価って言ってますので、まあアピールとしては22条の2の4項、ここが書きたいところになりますかね。はい、よろしいでしょうか。でこの土地の譲渡っていうのは、まあやっぱり問われたことのオウム返しっていうわけじゃないんですけどね。はい、でなるべく、まあ具体的なところですね、やはり盛り込んで B 社 A 社金額っていうのをですね、まあ盛り込んで書いていくという形になります。はい、よろしいでしょうかね。はい、ではですね、事実3ですね。はい、令和2年9月20日 A 社の取引のですね、 C 社の債権について、こう会社構成法の規定によるですね、構成計画の認可決定がありましたということで、貸付金2000万円の全額切り捨てられた、で同額を損金経理で貸し付けで損失としたという話です。でこの規定自体、皆さんパッと疑うのはですね、通達の規定なんですけれども、まあ通達じゃなくてですね、まあ法律を使ってですね書いていくという形です。はい、で事実3についてですね、この貸付金の切り捨ては法人 A 社において法人税法上どのように取り扱われるかというところです。はいですね、だからここではポイントとしては、構成計画認可決定があって、それに基づいて全額切り捨てられたんだよと。まあ、損金経理もしていますけれどもね。はい。で、ここではやっぱり通達は、書けませんので、まあ、もうちょっと載ってないですけどね、うちね。で、はい。大体、まあ、ちょっとよく持ったんですけど、81時ぐらいで書きましたというところですね。はい。で、ベースとなるのは、22条の3個3号ですから、はい。損金の額に参入すべき金額は、まあ、損金の額。損失の額ですね。はい、原価、費用、損失ならこの損失の額だよっていうところは言いたいところです。はい、ですので、なんとかについては、あるいはなんとかは、はいですね、損失の額として損金の額に参入すると、まあ、この形を持っておいた方が答えやすいでしょう。はい、で、上の例ですね。A 社の会社構成計画認可決定による C 社への、貸付金の切り捨てについては、これ貸付金、これはですね、ちゃんと聞かれたこと、貸付金切り捨てはというふうに答えてですね、ついてはじゃなくてはでも結構です、もちろんね。はい、で、決定があった切り捨て額2000万円ですね、まあ、こう2000万円も入れておきたいところですけどね、を、損失の額として、令和2事業年度の損金の額ですよ。このね、いつかっていうのはね、ちょっとね、だからこの字数じゃ表現できないので、まあ、ここで分かってますよということで書いておくというところでしょうか。はい、ですね、一応条文も入れておきます。はい、では次行きましょう。丸4番。はい、こちらはですね、受け取り配当の話ですよね。はい、でですね、問題的にはですね、まあ、発行済み株式が 1% の取得したものなんですね、D 社のもの、これの配当の取り扱いですね。はい、このですね、A 社が受けた剰余金の配当は、A 社において法人税法どのように取り扱われるかっていうことです。A 社が D 社株式で配当、剰余金の配当は1もの。まあ、こちら 1% がね、ちょっとね、産業じゃ盛り込めるかなっていうところになりますね。はい、でこれは本当ちょっとギリギリな感じでしたが、はい、これはよくやるですね、主文を、まあ、2つね、条文から引っ張ってくるという構成ですかね。はい、まあちょっとこれもね、条文自体ではないんですけども、まあ、23条と、まあ、似たような構造になってますので、まあ、ここでですね、ちょっと言ったのは、支配株式のですね、支配目的の株式等は 5% 以下、まあ、ちょっとここは盛り込めませんでしたけど、まあ、該当するよっていう言い回しにちょっとしちゃってますね。で、これ、配当等の額のですね、20% が益金参入だと言いたいところです。ですので、この場合は、まず最初、ね、ここで2つ文章を書いてます。で、一部
文一というか、一つの文書で一つの内容とするならば、まず A 社が受け取った配当は、はい、支配目的株式にかかる配当なんだよと。なので 20% のですね、これが一気不参入なんだよっていうふうに書くという形になります。となるとほにゃららは、支配目的にかかる配当等額に該当すると言っておいて、配当等額の 20% 相当額につき一気不参入するっていうふうにこう書いておいた方がいいでしょうと。おのおの条文が違うという形ですね。はい、でそうすると、はい、内容的にはですね、はい、A 社が受けた D 社の剰余金の配当等150万円は、支払目的配当します。だから本当はね、1% だからって、ね、いうところに書きたいんだけど、まあちょっとね、優先度としてはですね、ちょっと全部が書けないということですので、まあこのようにしておくというと。で、ここで条文一回切っておくと。で、A 社はどうするか。まあここね、30万って入れなくてもいいとは思います。20% 相当額でもいいですけどね、金に乗り換えさんに譲っておいて条文を書くということですね。まあこのように、先ほど22条だったら、まあ収益の額として、で、益金の額に参入する。で、まあ、これが、まあ、ね、損金の額であるならば、原価として損金の額に参入するのか、費用として損金の額に参入するのか、損失として損金の額にする。そういう、まあ、立て付けをちょっと作っておけば、で、具体的事例をこう、問題文から拾ってきて書くとかやりやすいと。ただこのタイプは、まあこれ組織再編税制でもこういう書きぶりにしないと3行で収ま、3行4行で収まらないと思うんですが、まず与えられた文章のものは何かに該当しますよ。ここで言うとですね、法人税法23条7項のですね、まあ被写目的株式等に該当しますよと言って、それをそのに該当するんだったら一気不参入の権利が適用できるんだよという形ですかね。はい、でこれ、まあ組織再編税制だと例えば的確に該当するよって言ったらですね、まあ、帳簿で、引き継がれますよとか、帳簿で譲渡しますよとか、帳額で譲渡しますよとか、そういう表現になったりとか。ですから、まあ、主文を2つつなげるという形の、まあ、回答ですね、もうするときはもう本当に端的に書いていって、でそうすると割と書けるものというのは割と少ないんだよと。本当は書きたいところ、これが問題、この産業制限がなければ本当は 1% が書きたいですよね、書きで10月3日がこれがこうね、ここに属するよとか書きたいんだけども、まあこういう表現かなというところになります。やっぱり法律の文、主文をですね、こう引っ張ってきて具体例を主語的なところですね、和とかに当てはめて書いていくという方が、まあ早くて、まあ無難な回答になるかなと。そうすれば他のねところで時間が使える形になります。はい、では次行きましょう。問題2になりますね。はい、これ正誤問題です。はい、資本金が10億円の A 社 B 社ですね、これ資本関係ないというところでですね、書いておきます。はい、でこちらはですね、こちらもイベントが1個2個3個4個と出てくる形ですかね。はい、6月にまず旧共同組合から出資分量配当金と事業分量配当金もらったと、 A 社ね。で A 社は B 社より建物無償で譲り受けましたというところ。はい、あとね、ここはですね、ちょっとね、なかなかで、まあね、適切に取り上げてますけどね、ちょっとね、過去問でもね取り上げありますけどもね、ですね、ちょっとややこしいというか考え方があるものですよね。個人 R との間でですね、まあ土地のね取引を行ったんだけど、手付金の子会社ね、小切手を引いたんだけど、この R さんというのがですね、ほとんどまあ詐欺的な感じっていうところなんですね。うん、ですので、まあ、ここのね、お話を告訴したというところですかね。これ、こういう形の時に何を聞いているのかっていうところなんですけどね。はい、あとはですね、3月にはですね、これは慰安旅行のね、を、まあ、計画をしていて、その費用の見積もり額を損金経理した。で、今度は同じ時期ですね、決算期の時ですね、売上原価はですね、まあ、確定していないから、まあ、原価を見積もりで計上したというところになります。はい、ではですね、見ていきましょう。と、これですね、一応こういう丸、2問目という丸バツ問題で、まあ一応ね、ここら辺も読んどいてください。誤ってるものには正しい税務処理と根拠条文を書きなさいということで、正しいものには根拠条文でいいということですね。はい、でまたですね、こういう計算否認や租税土地越しはありませんという形です。でこちらですね、ちょっとですね、かいつばんでいきますと、ここですね、丸1ですね、こちらはですね、事業分量配当金が、
定期加入できるということは、これはダメだということです。これ、バッテンということになります。はい、条文を指摘してください。事業分量、配当金は定期加入できない。取引金、の額に算入されますよという形になります。はい、こちら回答解説のところにも載っけてますのでですね、はい、一応皆さん確認しておいてください。ちょっと細かいかなというところにはなりますね。はい、で次行きましょう。今度は、ね、無償で譲り受けた建物なんですが、帳簿価格で資産計上したと言ってます。これが帳簿価格はダメなんですね。もちろん時価計上でしょというところになります。はい、これはですね、22条2項の無償による資産の譲り受けになります。はい、ですのでこの、ね、受贈益をね、資産の受贈益ってあげるんだけど、これは時価だよねという話なんですよね。で指摘するところ、指摘するところで、この時価っていう条文、22条の2と書きたいところなんですが、22条の2、ごめんなさい、ちょっとね、ごめんなさい、ちょっと縦書きにしました。あの条文そのままだったね。でこの22条の4点のね、あの書きたいんですよね。資産の販売等にかかる収益の額ね、時価で相当だよって書きたいんだけど、この資産の販売等にかかる収益の額というのは、これ資産の販売と資産の譲渡なんと益の提供なんですよね。だから資産の譲り受けってないんですよ、これ入ってないんですよ、22条の2条ってね。だからまあここはまあ書かないでおいてくださいというところです。はい、で次行きましょう。はい、丸3番になりますね。はい、こちらなんですけど、はい、こちらがですね、まあ、あの詐欺による損失ですね。これは29年で開けて、で、あの賠償請求については弁済を受けた時に上げてくださいよというお話、これもあるという話ですね。はい、ただですね、ごめんなさい、先に言っちゃったけど、回答解説の7ページのところですね、見ていただきたいんだけど、これは、はい、何を聞いてるかっていうと、詐欺によるその損失と損害賠償請求あります。詐欺は損失損金の計上時期ね、聞いていて、で賠償請求は一気に算入される。じゃあこれを同時に上げますか、異なるタイミングで上げますかという時に、同時両立てですと維持両立てですがあると。でそのですね、詐欺を、ね、働いた人がですね、他の者、第三者であるときは維持両立てっていうのは通達とかの、ね、ルール付きなんですね。でこれも7ページで仕分け書きますと、でこれ前払い金払ったんだけど、手付金払ったんだけど、それが取られちゃったっていうと、まあそのね、これが発覚した時に、まあ上げ、ね、損失詐欺損失として上げましょうと。でこれをですね、まあ損害賠償請求同額上げるというのが同時両立て説なんですが、まあ維持両立て説だとですね、きちんとこのね、損害賠償請求って、まあ債権債務としては詐欺の損失でというのとですね、このね、賠償請求、まあちょっと債権として別々でしょという考えて、これをね、詐欺が、まあ損失の額としては、まあこれ発生の時にやってですね、益金の額としてはですね、まあこれは確定した時に上げましょうという時の考え方ですね。ただあのここでですね、和解した時でなくても、まあキャッシュが入ってきた時でもいいですよと、回収基準でもいいですよという感じでいます。まあ原則と、まあ、特例みたいな関係ですかね。で実際通達にはですね、7ページなんですけど、まあこれ2倍1倍43で書いてます。他の社だったらですね、まあその産業版ケースはですね、まあ発生した時で上げて、益金はまあ確定した時上げますよというと維持両立てです。ただまあ支払いを受けた時でもいいですよということなので、まあ維持両立て説があって、まあそのね、特例的な話として、回収基準がありますよということですね。で一応ですね、じゃあ他の社じゃないとき、役員や使用人が詐欺を働いたときどうしますかっていうのは判例あるんですね。経理部長が横領したっていうのがあるんですけど、でこれはちょっと維持両立て説でやっちゃっていいのかなというところがあります。でどういうことかっていうと、ね、皆さんの方が私なんかより得意だと思います。企業法やっててね、取締役、ね、会社に全館注意義務を負いますよね。でこれを行った時はですね、当然会社に対して取締役損害賠償で、損害に対して賠償する義務が生ずるわけですから、例えばですね、まあ、あのごめんなさい、ちょっと待ってくださいね、画面が変わったかり、あ、ごめんなさい、よいしょ、失礼しました。例えばですね、皆さんが役員をやってて、他の役員が横領働きましたという時に、まあ、それじゃどう処理しようかという時に、ね、この詐欺がですね、これ生じた時に、やっぱり当然役員がやったんだと、損害賠償請求と、ね、会社に対して置いてるわけですから、これ上げないと株主からあんた取る気あるのって言われてもおかしくないですよね。ちゃんとあなただって他の役員が
監視監督してなかったんだよね、監視監督してなかったんだよというときですけど、経理としてやはりこれね、ちょっと役員がやったら、ね、もともと会社はね、損害賠償あるとか、これ乗っけなさいっていう、まあ、プレッシャーがかかるわけです。だから別にこれですね、だから取引として違いますよっていうふうには、なかなかちょっと言い切れないところがありますので、まあ、この場合はですね、同時に立ててくださいっていうことになって、だからこれで通達でも過去書きに除かれているということになります。まあ、この辺りのところはですね、まあ、よろしいでしょうかね。はい、あとはですね、次行きましょう。丸四番。はい、こちら見積もり経由をしたですね、従業員や費用。これはね、見積もりした費用だからダメなんですね。バッテン。ね、はい、いうことになります。費用の見積もり計上ダメ、なぜならば、はい、解説にもありますが、債務確定基準なんですよね、ということですね。はい、ちゃんと役務提供を受けていて、金額が合理的に見積もれてですね、で給付の自由が生じているっていうことになります。それがダメだということになりますからね。はい、で一方でこれ比較して押さえていただきたいのは、これ原価はいいんですよね、見積もりでもね、税務上。はい、なぜならば原価は売上と直接の対応関係で上げるということなので、売上が上がってたら見積もりでもいいから上げなさいということなので、債務確定し、基準はここですね、入ってないですよね。はい、ここは条文をちょっとですね、ちょっと見直していただければと思います。はい、ちょっと長くなりましたが、理論の方は以上でございます。はい、ではね、計算の方いきましょうか。はい、計算ですね、まず大きな問題の方ですね、こうですよというところで、まあ、一応3ページ以降のところですね、前見といてくださいというところ。はい、で、一応、前年期経理なんだけどね、売掛金がちょっと中に出てきます、税込みですよというところですね、貸し倒れ損失が出るときは税込みでね、調整するのか、税抜きで調整するのか、税込みで調整するのかというところも出てくることになりますので、過去問でもね、あった話でございます。ちょっとね、ちょっとそういうところもあるんだな程度で読んどいてください。過去問のチャレンジですね、グレードアップ講座って取ってる方はですね、見ていただければね、あれとあれねって思うかもしれませんね。はい、あとはですね、寄付金があるので、ここら辺のデータも見ておくことということです。はい、で4ページ目ですね。はい、ですね、まあ、よく見る形の配当の情報と源泉の情報が入っていますという表ですね。はい、でまず A 株式ですね、ちょっと問題からちょっとね、パッチワークで持ってきました。はい、で一応ですね、ここでですね、取得売却取得とございます。はい、でこちらがですね、まあ、まずここ非支配目的だというところと、はい、短期保有株式なんで、問題ということだったんですね。はい、でですね、こちらがですね、受け取り配当金が除外するところになりますので、計算していただいてですね、はい、28万からですね、5万2500円引いて 20% というところが益子さんの額になります。はい、あと B 社はここですね、35% で関連法人株式等になります。はい、で負債の利子どうするかというと、勘弁法だというところでですね、5ページかな、ね、こちらのことは4ページに書いてあるというところですね。はい、で解説ですね、15ページ見ていただいてですね、まあここら辺はですね、ちょっとまあね、いいでしょうかね。小数点以下とかですね、細かいところですね、ちょっとメンテナンス確認をしておいてください。はい、実は次ですね、 C 社証券投資信託が原則基金参入じゃないんだけど、ここですね、キーワード特定かどうかっていうところですね。はい、で非支配になりますので、はい、ただですね、ここ、特別分配金については、これはですね、払い戻しのね、性格がありますので、基金にならないんでしたよね。はい、ね、こちらでですね、まあ母家修正みたいな感じになりますよね。C 証券投資信託が6万円減算してきますよという話で、はい、こちらですね、受け取り配当の利益分は52万円全部は配当ではなくて、6万は除外をした上でかける 20% の9万2000円。はい、こちらが益金不参入となるというところですね。はい、あとはですね、D 社債、ですね、預金がありますけれども、はい、まあ、上記のものですね、考慮してですね、所得税額の調整ですね。はい、で、こちらはですね、表ちょっと書きませんけれどもですね、株式グループはですね、勘弁法、受益金グループはですね、個別保有利というところになりますからね。はい、で、社債、あとは現金、預金はその他のグループで期間なしですよというお話です。はい、よろしいでしょうかね。はい、
でですね、回答のところですね、はい、ですね、まあ、A 社、B 社、C、ね、C 証券信託という、A 株式、B 株式ですね、失礼しました。というところとですね、個別のですね、C 証券としての調整ですね、が、ここで分けられてますというところですね。はい、あとはですね、ここで所得税額控除の話が、こうですね、切りますというところで、これをですね、実は合計したものですね、61万4433円がですね、後で出てきます。13ページ目ですね、解説回答のところですね。はい、実はこれ税額計算させる問題でして、まあこの金額はもう回答欄に与えられてるんですね。ですから、そこまでのね、計算過程に関わらずですね、これが 23.2 を乗じてここを計算できるんですけど、この金額をね、伏せてありますけど、これをね、614,433円ってこれ持ってこなきゃいけないという話ですね。はい、あとはね、租税効果から中間配、ね、申告の金額を持ってくるという話になります。はい、後で確認しましょうね。はい、で次、貸し倒れ損失ですね。はい、今一応こうやって帳簿額も並んでましてですね、一個一個の論点を見ていきましょうということです。で、乙社貸付金の話、420万円があります。はい、で取引停止から1年以上なんですけれども、で取引で、ね、しない、あ、じゃあこれは法人税、基本通達の 9バー6バー3使うのかなという形が、もともと貸付金だからね、売掛債権しか、ね、使えませんでしたよね。これやっちゃいけない。でそもそもそれで、で貸し倒れの金額自体もなんか部分貸し倒れみたいなこと言ってるので、貸し倒れさせ、損失でやるんだったらね、部分貸し倒れは税務では認めてませんので、ダメですよということなので、はい、この210万ですね、損失するものはこれ否認されるということで、加算調整となります。はい、次、弊社行きましょう。はい、こちらも似たように取引経過1年経過してたんですと。で、売掛金と貸付金があって、はい、ここがダメなんですよね。売掛金については、まあ、1円残して、まあ、消費税と区分して税に区分をやって、これはいいでしょうと。で、こちら貸付金はですね、これもともと9バー、6バー、3ですね、通達の。これが採用できませんので、はい、このね、509,999円ですね。これがですね、加算調整ですね。貸し倒れ損失否認という形になります。はい、次がですね、5ページですね、問題のところですね。はい、こちら貸付金3300万円なんですけれども、はい、当初何もしてないんだけど、何があったのって構成計画がありまして、決定がされましたよって、 50% 切り捨てですよ。で、切り捨てで、これ損金切り捨てればよかったんです。何もしてないんですね。はい、で9バー6バー1、法律上の貸し倒れについては別に損金切り要件ではなかったですよね。申告調整で減算しても構わないという形になりますので、はい、こちらですね、3300万円 ×50%、 1650万円がですね、認定損立てることが税務上できます。貸し倒れ損失認定損減算という形になります。はい、では回答を見てみますと、まあ、一応こんな感じですね。加算、加算のこれは減算という形になります。はい、じゃあ次行きましょう。減価償却ですね、ちょっと軽めでしたから、まあ、ここら辺はですね、皆さんですね、ってことはあんまなかったかもしれないんですけども、まあ、一括償却とはめんどくさかったかもしれません。6ページ目、まず G からいきましょう。建物 G ですね、29年4月1日取得で、特にコメントはあんまないんだけど、グルーピング1とグルーピングの要求満たしてないということ、あ、個別で計算しちゃえばいいんだねというところで、はい、まあ、定額法でやっていただいて、超過額を出すというだけのお話です。はい、で次、はい、H ですね。はい、こちら中1にですね、資本的支出のお話がございました。はい、でここはですね、4800万出しているんですけど、避難場所を取り付けて、それ以外は現状開発だと。はい、こちらですね、通達でできるですね、まあ、明らかに資本的支出だよという例示の中に入ってますよね。はい、避難階段のね、取り付け、割とそういうふうにもう典型で例示されているものをね、取り上げている例がありますね、本試験ではね。はい、で計算の場合はこれグルーピングできます、もちろんね。で資本的数字だけど、ね、月数アップしなきゃいけませんので、これ月数出してというところでやってきますね。はい、で限度額2つ合わせて、まあグルーピングする形になりますので、はい、1200とですね、これですね、4000、こっちが入るか、4500かですね、こっちのうちの、4500ですね、これをですね、損金計上したものとして考えていきましょうという形になります。そうですね、はい、よろしいでしょうかね。はい、ではですね、次行きましょうか。
よいしょ。はい、そう、ごめんなさい。これ、あ、そうか。1200はこれですね。1200とこちらですかね。H のものだけということですね。はい。で、次行きましょう。はい。機械装置ですね。はい。こちらはですね、これは、前期に繰越徴額ありますよということなので、定率法。はい。これ、機種の税務の簿価というのは、はい。帳簿プラスですね。はい。こちらですね。繰越のものをね、入れてください。で、計算しましたと。そうすると、まあ、マイナスが出ちゃったという証拠があったんですね。そうすると、焼却不足があったときはですね、超過額も、これも損金経理した金額ですので、比べていただいて少ない方225ができますというところ。はい。で、こちらはですね、まあ、小さい方ですね、3万1615円は小さいです。こちら、減算という形になります。はい。では、6ページ目に行きましょう。はい。今度はですね、まあ、少額の資産関係が出てますね、と。はい。で、こちらですね、問題、ここですね、読み取れてましたでしょうかね。これですね、前期と当期の両方書いてあるんですね。取得したものですね。だから、まあ、こういうとこ見てってですね、全部当期じゃないんです、実はね。よろしいでしょうか。はい。で、こちらですね、応用節セットなんですけども、30万円切ってますけどね、これですね、中小企業じゃないので、これですね、措置法の、損金差入の規定使えないって話ですよね。ですから、通常で消却します。で、これ、令和2年6月11日は当期ですから、はい。まあ、普通に 200% 定率法で計算をしてくださいという問題です。はい。で、次行きましょう。次、ここなんですね。ここって、実は、令和2年2月4日というのは前期の話なんですよ。で、ここでですね、一回前期の金額をこう出すんですね。で、それで実際のところでこう出してみますというところですよね。で、これが超過しているということなので、はい。で、当期どうなるかって言ったら、まあ、限度額はですね、まあ、36分12、7万ですよね。で、何も全部損金落としちゃったということであるならば、ゼロということなので、7万が万にする。ですから、まあ、これとまたですね、超過額14万と当期の7万比べて少ない方、7万ですね。はい、これをですね、まあ、計算していくという話になります。はい。で、あとはね、テレビ、パソコン関係については、これ両方とも当期、当期という形ですので、これ、ね、合わせて、ね、36分の12、一括消却資産でやっていきましょうということですね。で、一応有利不利、ここもね、見ていくとですね、一括消却が有利という形になります。はい、よろしいでしょうかね。で、これ、合わせた金額をちょっと合計で記載するという問題でしたね。はい、ですから、ちょっとですね、ここはですね、ちょっと全部合わないとね、点数来ないのでね、ちょっとここ厳しい問題でしたけれども。はい、そうですね、まあ、ただですね、まあ、ちょっと注意深く読んでくださいというところですね。はい、過去問にチャレンジ、そうですね、論文グレードアップ講座取ってる方はですね、過去問のチャレンジで、少額資産ばっかり取り上げた年ありましたよね。まあ、あれを意識した問題ということでございます。はい。よろしいでしょうかね。はい。あと、繰延ですね。こちらですね。はい。こちらはですね、ちょっと、まあ、ちょっと、ちゃんと、覚えてますかというところになりますね。はい。まあ、こちら、権利金ですね。賃貸に伴う権利金のお話ですね。まあ、一応、こちら、消去5年、5年というところですので、5年でやってくださいというお話になりますかね。はい。で、次ですね。はい。7ページ目。はい。で、こちらはですね、キーワードとなるのが一般用ってとこですね。はい、焼却期間はですね、まあ、土地だから、土地なんてもともとね、まあ、焼却はしないんですよね。しないんだけど、まあ、基礎となる金額はこれにしてくださいということになって、15年で、一般の人なので、ですはね、いろいろ不特定多数の人は通るということで激しく使いますよね。ですから、10分の4と考えていくというところです。で、過去問では6で与えてたと思うんですけどね、まあ、ちょっと過去問チャレンジとか見直しておいてください。はい、で、これでやってってという話です。ね、はい、超過額が出ます。はい、で次はですね、同業者団体ですね、これは5年ですよというところで、通常会費は損金算入されますので、はい、これも超過額がですね、加算調整します。はい、ですので、まあ、回答12ページになりますかね。はい、まあ、それぞれの欄について、まあ、書いてくださいというところですね。まあ、過去問ではですね、繰延資産が3つ並んだという年はありません。1個だけ出てたっていう時ですよね。はい。まあ、そうですね。ただ、やっぱり、そうだな。それほど出目が高いっていうわけではないんですけど、出されちゃったらね、やっぱり点を取りたいところにはなりますよね。で、出題側としてもね、1点、2点足りなかったら、ポンと放り込みやすい問題ですのでね。はい、皆さんも復習しておいてください。
はい、であとはね、ごめんなさいね、ちょっと待ってください、画面写しよいしょ、あれごめんなさいね、ちょっと待ってください、よいしょ、はい、うん、つきました。はい、租税効果ですね。はい。で、こちらですね、機種現在登記減少になりまして、まあ、一個一個イベントが出てきますので、押さえていきましょう。はい、まず前期分の確定額ですね、まあ、支払いましたよっていう処理と、これがですね、タックスクッションが効いてて、積みすぎちゃったんですよね。110万円多かったと。まあ、多いって言えないですけどね。合わせてきたなと思うんですけども、まあ、これをどうするか、そのまま積んどくか、って戻し入れるって処理をします。で、今まで皆さんですね、プレ等とかだと雑収入で受けてたと知ってるんですけど、これ法人税、租税効果になってます。どうでしょうかって話です。はい。で、まあ一応今回、まあ書かなくてもいいけど、ちょっと書いてみましょうかね。T 勘定でいくと、納税充当金と租税効果、法人税等でやると、まあ機種が、まあ金額ありますよね。で、これを払ってきましたよと。はい。こちらですね、法人税、住民、こちらで損金算入されない税金ですが、事業税は損金される税金ですね。これが損金算入。ですね、したがってこれですね、経理が、まあ、損金経理してないですけど、納税充当金になってますから減算をしますという形になります。これが減算になりますね。で、次ですね、110万円を戻し入れたんですね。で、たまたまこれ雑収じゃないんだけれども、こっちのね、費用の貸し方記入にはなってますけど、やること一緒なんですよ。はい。で、結局これですね、もともと上げてた納税充当金のリバースですから、もうちょっと減算していくという形になります。まあこっちで減算考えてもいいし、まあこっちで減算考えてもいいんですが、100万円というのはまあ減算されますよという形になります。したがってですね、こちらですね、まあ貸し方記入になっているけれども、まあ、利益をこう、ね、所得を構成しないというところになりますので、この3800損金算入と、こちらですね、戻し入れているものを減算かけますので、まあ、こっちに戻してもいいんですけどね、まあ、ダブらないようにしてくださいね、もちろん。3962万減算調整になります。はい。で、次が中間納付です。はい。中間納付、はい、損金計上してましたというところですね。で、損金経理してで、事業税は損金算入される税金だからいいんですが、はい、法人税と住民税は損金不算入になりますので、はい、加算してということです。はい。でですね、ここで中間の金額分かりましたので、ここで金額入れといて計算をしていくという形になります。はい。で、次がですね、期末積みましたよって、納税中時に繰り入れというところで、ね、こちらが期末の金額になります。そうすると、まあ、加算すということになりますよね。納税、損金経理したら、まあ、まあ、こっちでもこっちでやりましょうかって話ですね。だから、これで積んだ金額の リバースっていうか、戻し入れたのってことですから、当然で、発生時でもね、加算したんだから、同じことマイナスし、ね、同じ反対仕分け切ったら、減算になるでしょという理解ですね。これがですね、費用の貸し方記入であっても、雑収入とかでね、いう経理であっても一緒ですね。それで税金変わったら困っちゃいますもんね。はい。で、納税中等金属でこちらの金額です。はい。で、あとはですね、その他のもんですね。はい。固定資産税は別損金 OK。業務中の罰金×損金不算入ありますね。これ、役員の業務中のも、これも損金不算入ですね。はい。こちらですね、登記の中間納付の延滞税、これ損金算入されない。提出期限の延長、これは大丈夫ですよね。はい。で、こちらですね、次のものも延長してるんだったら丸よと。はい。固定資産税はダメだというところで、はい。罰つけたものが否認されますという形です。はい。ですから、12ページのところですね。まあ、一応このような形で。はい。ちょっとね、租税効果を合わせたいところになります。はい。あと、役員給与の話ですね。はい。これ、何度か改定されている問題でした。はい。で、回答解説のところにこの図書いておきましたけれども、はい。ね、で、こちらのね、株主総会によるものはですね、まあ、6月からで、7月から上げますよというのは、これは OK ということになっております。これ通常改定だから OK ということですね。ただ、ここのですね、通常改定でもなくてですね、ですね、まあ、その他の改定自由に当たらないわけ、3つの改定自由に当てはまらないわけですから、これ増額されているのは、ここのですね、金額は損金不算になりますよということになります。で、一方でこの問題ですね、病気になって入院しちゃったっていうと、金額のイメージでこういうイメージなんですね。
はい、でこの時ですね、通常回転、まず上がったよというのが通常回転だから、いよいよ定時同額給与になりますよと。で、ここで、はい、入院したっていうのは偶発的な事象で、職務内容の重大な変更に伴って減額したという形になりますから、これ、臨時改定事由に該当することとされています。ですので、この出っ張った部分、別に損金不算入する必要はありませんねということですね。よろしいでしょうか。はい、改定事由3つございましたが、それですね、押さえておいてくださいね。はい、利帳ゼロと記入していただきたいところです。はい、で寄付金ですね。はい、こちらはですね、なかなか計算構造を抑えづらいですよね。で一応フルに、パターン組みたい方は27ページでを見ておいてください。まあイメージでいくと、失礼しました。はい、でちょっとね、ちゃんとした計算したい方に怒られちゃうんですけど、簡便な形でこう書くと、はい、指定寄付金が670ですよね。で、特定が270、その他が310で、小ケース1250で、完全支配関係がね、ある会社の寄付金関係なしなので、1250。で、資本金取り9億で、仮計ですね、14億に1250足してこの金額。でこうなった時の、ね、まず特別限度額は、はい、専務の 3.7 の 106.5 これの2分の1で 4,500 というのは限度なんだけど、これやっぱり270しかございませんので、まあ、270までということです。で一般についても専務の 2.5 ですね、資本の基準ですね、所得の基準は100分の 2.5 で今度は足して4分の1で939,625ということです。でこれをでプロットすると、まあ、指定期間全損ですと。で特定は、まあ、これが限度ということで、ここまでですね。一般一応ここをですね、超えた分まで書いちゃいますけど、結局、あ、ごめん、ゼロじゃなくて、まあ、この金額で1250ですね。で、差し引きでゼロという意味合いです。という形なので、ここ、ゼロという形になります。はい、よろしいでしょうかね。はい、あとはですね、ちょっとね、これはここまでやるかなというところでございますが、すいません、ちょっとこれ、このままごめんなさい、過去問、あ、過去のちょっとね、レックの問題、ちょっと私これ手直しないでちょっとこのまま出してしまいました。まあ、ちょっと負荷が高いですが、これね、やっておけば、まあ、この点、もしかして、個別問題取り上げられたらね、対応できるかなというところです。はい、でまずですね、ここですね、株主主義着目しましょう。無期日券がありますよというところですね。はい、であとは、グループとしては A と E ですね。これが一つのことで B、C、F か A ですかね。ここが一つのグループ、その他というグループですね。はい、でそうすると。A、B、C グループ、A、C グループで、はい、ここがですね、D 社がね、持ち分では入ってるんだけど、無議決権株式だから、議決権割合で考えると、これ D 社入らないんですね、というところポイント。はい、で、そうするとですね、同族鑑定しますと、まあ、これ2つ、片方あって、はまっちゃえばね、やんなくてもいいけど、まあ、該当するという形になりますね。まず、同族会社には該当します。ただですね、問題ではですね、特定同族に該当するか、留保金課税の対象になるかというところですね。はい、ここですね、筆頭株主だけで見ます。はい、ですね、同族は3位まで見ますけど、特定同族は1、ね、1人、第1位まで見ますかね。はい、この時はですね、特定同族しか該当しないという結論を得る形になりますね。はい、あとはですね、会社に従事している役員会に従事して経営に従事している常時使用人だというところとか読んでいきましょう。そうすると経営に従事している人ですね、このね、営業部長、工場長、相談役という肩書きだけど経営に従事してて、はい、あと使用人兼務役員の人が2人いますというところ。じゃあ税務上で使用人兼務役員になれるかどうかというところになりますね。はい、でみなし役員見ていくとですね、ごめんなさい、最初の G さんは相談役という肩書きで、これ肩書きでもうみなし役員になっちゃうよという話でしたね。じゃあそれ以外の人はまあ持ち分、支配力で見ていきましょうと。で E さんはもう全部これですね、持ち配割合で全部丸ついてるから丸なんですね。で F さんは 5% 貯金見出さないから、じゃあこれ、ああじゃあみなし役員にならないねと言いたいとこなんですが、議決権割合の方で全部丸ついちゃうんですね。そうするとみなし役員だということになります。よろしいでしょうかね。はい、片方だけじゃなくて両方見ていくという形。
あとは使用人兼務役員ですね。はい、こちらについてはですね、両方ともね、持ち部持ち株割合でいくとね、両方ともですね、まあ支配力ないなって形なんだけれども、こちらで言うと C さんを丸ついちゃうのでね、経に従事していて全部丸ついちゃうので、これは使用人兼務役員になれないんですね。もう役員ですよということ。はい、使用人役員兼務役員になれる人はこの人 H さんという形になります。はい、よろしいでしょうかね。はい、で回答は一応こちら書いていただくような形でしょうかね。はい、で回答欄見てみるとね、あれなんかすごい答えにはなっちゃいますけどね、一応このような形になります。はい、よろしいでしょうかね。だから忘れ止めのためにはちょっと負荷は高いとは思いますが、まあ繰り返し解いていく中の問題の一つでもいいのかなと思います。まあ他に気に入った問題があるのはまあね、それはいいとは思いますが、はい、ですね、またちょっと間違ったところはですね、皆さん確認をしていただければと思います。はい、よろしいでしょうかね。ではですね、以上で、2021年公認会計士試験論文グレードアップ等連租税法第1回のですね、解説講義を終了いたします。皆様お疲れ様でございました。